どうで始まりました。ムテツさんチャンネル。さあ、国公立大学の入試ね、受けた皆様お疲れ様でした。まあ、まだ1日目なんで、2日目がある人は頑張ってください。そして、まあ、一部のところでね、26日に行われるところだったりもありますからね、その方たちは明日も頑張ってね。はい。で、25日、今日で終わりの方はお疲れ様でした。はい。大学受験2023、国公立大の人気、堅調か。東工大で志願者増、河合塾分析と。はい、河合塾は2023年2月22日、文部科学省公表に独自調査を加えた2023年度国公立大志願者状況を大学入試情報サイト K-NET に掲載したと。難関大含め国公立大の志願者倍率は前年並み。受験者数も大学入学共通テストと比べ減少率は低く、人気は堅調と言える。まあ大学入学共通テストね、共通テストはだいぶ少なくなったって言われてましたよね、受けてる人が。はい。それに対して、まあ一応減ってはいるけど、国公立大もね。はい。でも、そんなに減ってないよっていうことです。まあ国立は人気だからね、やっぱりね。公立を受けるんだっていう意識は未だに根付いているよね。特に地方なんていうのはそうじゃないですか。文部科学省は2月21日、2月3日に出願が締め切られた国公立大二次試験の確定志願者数を発表。海塾ではこの発表に独自調査を加えているわけですね。はい。で、入試動向の分析を公表しましたと。国公立大一般選抜の総志願者数は42万3180人と、前年から約5500人減少。前年比で言うと 99%。募集人数に対する志願者倍率は前年同様 4.3 倍となった。このうち前期日程の志願者数は23万1450人。これも前年比に 99% ですね。公立大ではやや増加が見られたが、新たに前年の新設大や公立大学法人化大が集計に加わっていることが要因だとしている。後期日程は前年比 98%。募集人員も減っているため倍率に変化なし。ただし後期日程で二次試験を実施しない室蘭工業大の志願者数は3年連続で増加が見られるという。公立大で実施される中期日程は前年比 101% とわずかに増加したが、募集人員が前年比 103% と増加しているため倍率は 0.4 ポイントダウンとなった。地区別で見ると関東、東海、近畿等の都市部では前年より志願者が増加したものの、北海道、東北、北陸、四国、九州等では減少し、地方の志願者減少が進んでいる。あ、そうなんですね。意外だな。前期日程を学部別系統で見ると、文系では文、人文、社会、国際で志願者の減少が目立つと。なんか国際はよく割れてますよね、最近ね。国際系も減ってきてるよって。一方、法政治は前年並み。経済、経営、省は増加した。理系では理で前年並み。農で増加したが、工は減少。お、そうなんだ。医療系では医、死分野で高い増加率となった。反面、看護では志願者が減少したと。うん、やっぱり医学部、まだまだ人気ありますよね。難関10大学全体では、前期日程の志願者数は、55,662人、前年比 99% と昨年並みと。はい。大学別に見ると東京工業大が 110%、 お、人気ありますね。一橋大が 102%、京大が 103% で志願者数が前年を上回ったと。中でも東京医科歯科大との統合が予定されている東京工業大は4年ぶりに4000人を超え、物質理工学院を除く5学院で前年を上回る志願者が集まった。次年度からの統合型学校推薦型選抜での女子枠の導入等、あ、そうだね、女子枠入れるってやってましたね。話題に上がることが多かったことも受験生の注目を集めるきっかけとなったのではと分析していると。うん。いや、どうなんですかね、これもう一気に医科歯科側もね、東京科学大学ですからね。どうですか、やっぱり国公立いいですか。まあ、国公立が賢いとかね、いろいろあるとは思うんですけども、まあ、地方だとやっぱり選ぶ次第が少ないからね、そもそもね。関東だとやっぱり総計とか地町とかいっぱいあるんでね、その辺のことは、まあ、受け皿っていうのもなんですけどあるんでね、国公立に入れなくてもっていうのがありますが、やっぱり公立人気だよね、行きたい。あとはまあなんか偉いみたいな、教科数が多いから偉いみたいな風潮もあるしね。なんだかんだでね、いつも私文がって私は言われてますけど、国公立大学受かってますからね。はい、千葉大学合格してますので、数学もやりましたよ、科学もやりましたよ。明日もある方頑張ってください。終わった方お疲れ様でございました。もう中期とか後期とかね、受けない方はこれで終了だってなった方は、はい、頑張りました、お疲れ様でした。よいしょ、ありがとうございました。 Thank you for watching。